はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、今回の動画はですね、99.9%、もっとかな、の競馬ファンの方が多分知らない話をします。はい、なのでですね、そんな方はですね、ぜひね、動画見終わったらチャンネル登録、もう今のうちにしておいてくれてもいいかなという感じです。でも、そんなもん知っとるわい、こんなん知っとったわいっていう方はですね、知ってるってことは、これを調べてる方なんで、結構大変な、ことをね、された方だと思います。はい。それに免じてね、チャンネル登録しちゃってくださいという感じでですね、先週びっしり追ったから今週は流す程度数字で追うと、そんなようなね、ワード、競馬をやってるとよく聞くと思いますが、ちょっとそれについてね、ちょっと真実を追っかけていこうというようなね、テーマになっております。まあ、おそらくね、見終わった時には、競馬ファンの友達とか、仲間とか、知り合いとかいたら、絶対話したくなるネタだと思うんですが、まずこの画面ですね、この調教師の先生がですね、先週びっしり打ったから、今週は流す程度で大丈夫。まあ、こんなようなワードっていうのはね、非常に多く聞くと思います。それはニュースの記事でもそうですし、まあ、競馬新聞とかにもよく載ってるんじゃないのかなと思います。はい。で、先週びっしり打ったから、今週は流す程度で大丈夫。だからっていうことを根拠にして予想している予想家さんとかね、はい、そうですね、YouTube ユーチューバーさんもいらっしゃると思うんですけど、じゃあこれって本当に数字で見たことありますかっていう、そこにね、追っていこうと今回は思います。で、まあね、どうしてもコースの調教時計とかね、ばらつきがあったりするので、今回反路だけの話になりますが、この円グラフ、はい、1周前とレース周での反路時計を比較して、どちらが速いかっていうものを出しました。結構ね、綺麗なグラフになりましたね。はい。2017年以降なんですけど、レース当該週に出した反路調教の方が速い馬が15万9、まあ、約16万頭で、全体の75%です。で、1周前の方が速かった馬が5万4000頭約ですね。で、25%、まあ、こんなような、ね、割合になっています。だから、まあ、4頭に1頭ぐらいは1周前の反路時計の方が良かったということになりますし、大体この中にですね、その1周前にびっしりやったからゾーンみたいな、そういう馬たちが入ってくるということにね、まずなると。はい。まずここね、ちょっと覚えてほしいなと思います。でですね、はい、こちら、はい、1周前の方が反路時計が速かった馬の、時計別の回収率。で、連投の馬は除くって書いてありますけど、まあ、連投だとね、調教しなかったりすることもありますし、前回の調教がそのままに、1周前の調教っていうカウントされたんで、そこはね、除いてるんです。はい、じゃないと、正確な数字が出ないと思いました。はい、なのでですね、まずこの、そうですね、ピンク色、赤色、はい、これがですね、関東馬、はい、美保の馬ですね、1周前の方が反路時計が速かった馬、レース1周前に49.9秒以下をビシッと出している馬ですね。こんなんもまさに1周前にいい時計出したからなんて話が聞かれると思うんですけど、回収率29%しかないんですね。はい、立冬馬も52%しかありません。はい、で、51.9秒以下、53.9秒以下というところ、はい、まあ、一応関東馬で、ね、80%以上はあるんでいいんですけど、まあ、そんなに、まあ、これがの回収率だったら別に、わーっと驚くことでもない、そんなに特別いいとは思いません。で、立冬馬に関してはもうその辺もね、回収率が悪いということで、これはですね、どういうことなのかなと。ということはですね、別に成績良くなくねえっすかということなんですよ。もう私はちょっとここで頭にクエスチョンマークが出ました。ここでいい結果が、いい数字、いい回収率がね、もう出てるもんだと思ったんですね。そう、だから1週前にびっしりってそもそも効果あるの？っていうところにちょっと疑問を感じたわけです。ではね、こちらのグラフになるんですけど、美保の反路1周前が53.9秒以下の馬で、もちろん1周前の方が早かった馬ですね。その中の当該週の反路時計っていうものを見てみました。はい。で、さすがにですね、49.9秒以下と50.9秒以下はその該当数が少ないので0、8になっちゃってますが、ここはね、まあ、そんな気にしなくていいです。はい。で、よく見るとですね、55.9秒以下のところから、53.9秒以下のところ、回収が96%で同じだったんですけど、結構その回収がいいんですね。そう。だから、1週前にビシッとやってて、で、結局今週もそこそこやってる馬の方が回収がいいんですよ。で、立冬馬も同じように見ていくんですけど、まあ、これに関してはですね、立冬馬の方で言ってもですね、前の週に53.9秒以下出して、そっちの方が時計が早いと。でも今週もかなりね、いい時計出してる馬じゃないと回収が高くないっていうね、そんなような結果になったんですね。はい。で、一番下は49.9秒以下ね、100%、回収100%になってますけど、ここに該当してる本当化け物。これはね、ダノンスマッシュとね、反路の暴君ネロだけということで、2週連続でね、49秒台以下を出してくるっていう、まあ、怪物2頭なんですけども、反路の G1 があればね、この2頭が、まあ、難攻を勝ってるんだろうっていう感じなんですけど、結局、こんなような結果になっているということが、まずね、この時点までで分かったことでした。で、それをまとめるとですね、結局のところ、当該週もある程度の時計を出していないと、早い時計を出していないと、回収率が低いということが判明したと。
はい、1週前びっしりやってても当該週もやんなきゃダメなんだなというところがね、結構数字の上で分かってきましたと。で、まあ、馬券も競馬も印象じゃなくて数字で調べないとダメですねっていうところがね、今あの画面に出てますけど、まさにね、あの競馬ってこういうこと多いです。はい、あの競馬の格言、叩き2戦目を買いだとかね、いや叩き2戦目が配収率良かった年度なんて何十年遡ってもないですからね。しかもダントツで低いぐらいの感じですからね、叩き2戦目っていうのは。そうだから、そういうところもやっぱね、あのちゃんと調べた方がいいですよっていうところまで、ところがまずね、ここまでの一つ教訓じゃないかなと、はい、思います。教訓プラスも新しいあの情報としてね、お伝えさせていただきました。で、本題は これからになります。で、僕が思ったのは、やっぱり調教師も成果の比較をせずに印象だけで話をしているのかっていうふうに思ったんです。はい、これよく最近言いますけどね、血統とかでもそう、結局比較していない。長距離向きだから長距離に使う、短距離向きだから短距離に使うっていう、結構でもここ思い込みかもしれないですよっていうところですね、印象とか。なのでちょっとね、僕もね、ここまで調べてがっかりしたんですよ。ただ私ちょっとね、冷静になって考えたらね、この一週前にびっちりやるっていう、その定義が、調教師の方が言ってる定義が全然ね、あの、違うのかなと、時計じゃないのかなっていうふうにちょっとね、あの、考えをずらしてみたんです。そう、そこで思ったのが、しまいまでびっしり追うっていうこと。これがびっしりなのかなと。ってことは、しまい加速ラップっていうものをもしかしたら使うべきなのかな。まあ、よくうちの動画でも出るワードですけど、しまい加速ラップの方がもしかしたら、それこそが真実に近づく道なんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね。で、ここからです。はい、調べてみました。一周前の方が当該周より反路が早い馬。まず、見本ですね。はい、関東馬になります。一周前の反路最速時計が加速ラップ。はい、一周前の方が早い時計ですよ。一周前の方が高い馬だけの話ですよ。一周前の反路最速時計が加速ラップで、2波論から1波論が12秒台以下の馬。はい、今、例がこんなふうに出してあります。もしくは、ラスト1波論減速しちゃったけど12秒台出していた馬と、蒸気を満たした上で全体時計 53.9 秒以下だった馬っていうところをね、ちょっとね、ピックアップしたんですよ。そしたらね、レース勝率が 8.0、 まあ高いと見るか低いと見るかはあの皆さんの自由ですが、単回勝が 115% あるんですよね、2017年以降で。でさらにこれを満たした上で当該周、さっきも出てきました、当該周もある程度の時計がいいということで、当該周の反路が 55.9 秒以下だったら、もしくは 60.0 秒以上で、これはコース調教している可能性もが高くなるというところなんですけど、ここまでいくとですね、レース勝率が 8.7、 単価値 125% ということでですね、1週前びっしりっていう、もしかしてやっぱこういうことなのかなと思って、そしてここから離島を調べてみました。で、こちらがね、離島馬になるわけなんですが、一周前の反路最速時計が加速ラップになっている。まあ、こっちは加速だけでした。はい。で、しまいの1波論は12秒台。これが最低条件というふうになります。さっきの例と同じようなものを出してますが、これだけですね、勝率が 11.0% で、単回数 92% あるんです。はい。一周前の時計で加速ラップを出しているっていう離島馬を買うだけで、おそらくほとんどの競馬ファンの方よりも、回収率が高い馬を買い続けることができると。で、さらにそれを満たした上で、全体時計、こちらはね、意外でしたね。56.0 秒以上なんですよね。遅い時計。だから何かというと、勝率が 11.3%、単回数が106って非常にいいんですよ。いいんですけど、なぜ 56.0 以上？なるほどと、こっち、立冬の方が確かに、一周前にビシッとやったから、まあ、今週は流す程度とかっていうところに一番該当してるのは立冬だなと思いました。うん、日本の方はやっぱり、反路の形状もあるんですかね。2周目も、2周目というか、当該周もしっかりやんなきゃいけないけど、立冬に関してはもう1周前に加速ラップを出している馬であれば、今週の時計が遅くても、当該周の時計が遅くても、これだけ勝率が 100% を超えてしまっていると。そんなようなね、ことになります。なので、見本は当該周も早めが理想。立冬は当該周本当にまったりでいいと。だから立冬の方がやっぱり、その調教師の先生がよく言うワードっていうのは、すごく繋がってきてるかなというようにね、はい、思いました。まあ、ということでですね、今画面出てますけどね、もう我、そういう意味だったんかと。私は調教師の先生に問い詰めたいですね。一周前にびっしりっていうのはそういうラップのことなのかなと。そんなようなね、仮説が一つ、はい、立ちました。で、この仮説が間違っていたとしてもですね、今回の動画の内容を使えるっていうのは、結局やっぱ一周前に、まあ、加速ラップであったり、それに準ずるラップを刻んでいるっていうところで、割ともう評価を高くしてもいいと。馬券に結構ね、影響してくるぐらいの回収率が上がるというところですね。で、それプラス、ま、美穂と関東で、美穂と関東は同じですね。はい、美穂と立東でですね、なんて言うんですかね、少し個性がありますよと。美穂の方は、当該周も早い方がいい、もしくは、60秒以上。別コースで調教している馬がいい。リットの方に関してはもう遅い時計の反路時計。でも反路は使っていた方がいいということになるわけなんですが、0秒はね、除外するんで、そういう、なんだろうな、一つの面白い傾向っていうものが、
はい、手に入ったということになりますので、実際に調教師の先生が言ってることとずれているのかもしれませんが、そのだったとしても使えるネタということで、今回はですね、どう転んでも損がないネタをお届けさせていただきました。なんで、ただね、こういう時計を全部チェックしていくっていうのは非常に皆さん大変だと思われます。ただで、そうですね、競馬新聞見てる方とかですね、スポーツ情報とかをネットで得る人ですね、そういう方がこの先週びっしりおったから今週は流す程度で大丈夫的なね、コメントを調教師の先生が言ってるのを、見かけた時にはもうそれを聞き逃さずにですね、一週前のまず反応時計をチェックしていただいて、そこが、加速ラップになっているかどうかっていうところをチェックしていただければですね、回収率は上がっていくんではないかと。しかも人と違う目線で馬券が買える。もうほとんどの方とね、違う目線で馬券が買えるっていう、かなりこれ強みなんで、はい、少数派になっていいとこ取りしなきゃいけないのがやっぱりギャンブルの世界なので、それをね、結構実現するための一つの武器にね、今聞いてくださってる、あなたのですね、手持ちの武器というかね、懐刀というかね、わかんない。もしかしたら大きい、もう体験かも、槍かもしれませんけど、何かしらの武器に、ね、なったんじゃないのかなと思います。ということでね、冒頭にも言いましたけどね、初耳だった人はね、もうぜひね、チャンネル登録してほしいです。この動画経由でチャンネル登録者数がもし増えていたら、この手のね、もうちょっとね、もう一歩こっから追求していったようなネタもアップしたいなと思っていますし、あとそうですね、耳寄り情報じゃないですけど、今もう完全に画面に耳が出てるんで、ちょっと耳寄りっていうワードに引っ張られましたが、あんまりね、人が知らないようなネタ、馬券の話っていうのをしていくっていうのは一つ僕のチャンネルのテーマなんですけど、今後もね、そういうのを、どういうものを出していくかっていうところ、そういうところの目安にもしたいので、ぜひね、チャンネル登録してもらえれば嬉しいなと思いますし、こんなの知ってたよっていう人もいると思うんですよ。いると思うんですけど、結構調べるの大変なんでね、はい、その努力に免じてチャンネル登録、高評価していただければ、そういう方もね、嬉しいなと思います。ということで、今回はこれぐらいにしたいなと思うわけなんですが、そうですね、あえてこのダービー州にちょっとこういうのをアップしてみたわけなんですが、今週にもね、こういう該当馬いると思いますし、それこそダービーにもいるんじゃないのかな、点点点というところもありますから、はい、ぜひね、練習がてらダービーに出走する馬の1週前のね、反応の時計チェックするなんていうところで、参考にしてもらえたら嬉しいな、身につけていってもらえたら嬉しいなと思っております。ということで、卓球打ちでした。さよなら。